そんなに真面目にならないで、トランプでもしようよ。姉ちゃんにはサボってるのは内緒でね。華麗なテクニックをご覧あれ。受けてみな。姉ちゃんに怒られる前に逃げよう。暇だな。どこか面白いところに連れてってくれない？ここまでにしよう。お昼寝してくる。あっちゃー、カードがバラバラだ。当ててみて。これは魔法？それとも手品？ラズリーは最高のお姉ちゃんで、僕は最高の魔法使いなんだ。そう、魔法学院の最年少魔法使いってのは僕だよ。さあ、ポーカーで運試しだ。名声が欲しいかって？いや、僕が求めてるのは真実さ。ラズリー姉ちゃん、また僕を探してるんだろうな。